好的，那我们接下来开始包的基础卡包 ，Go Go！开吧，好没 feel 哦，是用手指抖的。噔，不是，我说用这个点好没 feel， 那我要怎么滑它？噔，请问里面有几张卡？怎么感觉都抽到一样？哦，难得，它会动哎、欸，我抽到会动是闪的哎、欸，而且是和谐版本的魔兽支配者。你一定要强调和谐版本。我怎么感觉吸血鬼特多？抽大作呀！哇，是废卡，红卡可以不要这样吗？是废红。哎、欸，为什么红卡都会动？为什么抽到的红卡都会动？欸、对啊，好像红卡都会动哎、欸。没有，它这没有是原始啊，所以我觉得它就直接那个。是它都会动吗？没有啊。没有，就是应该是只有红卡会动，就其他的不会、就是。只有这个卡包。目前是这样，我才刚开始、欸，我好难过。我们还在学原理啊，但我们才刚开始、欸。哦，那还是留着抽其他卡也是可以啊，我们把它留着。没有，就是我们进度往后推会。哎、欸，不能跟他对战、欸。什么？他 A 接，我们才 C 接，他歧视我们。我们的接点在哪？我们 C 而已啊。这是保健室。有没有进来过保健室、欸？里面还有一个玩家哎、欸。那是玩家啊，对啊，你去问他，看他是什么阶级。玩家，一个双马尾妹妹，他 B 阶，总之鸡翅牌组是龙组、嗯，你可以跟他对话，就跟他对话。我是鸡翅龙组牌组超强，果然龙组是最强的。哇哦，打头型的妹子哎，非常凶狠。不是，所以这跟我们一样是玩家哦。不是我，不是我们人玩的、啊，是 NPC 吗？是 NPC 的玩家。哦哎、欸，这不是凯吗？对啊，这是凯。我哪里搞？失礼します。啊？啊？他拒绝我们？什么？再问他，再问他。嗯。啊。失礼します。嗯，直接到。みんな、どうだった？いや大成功、結構うまくいったじゃんね。うん、これだけ分かればきっと。よっしゃ、それじゃまずは顧問の先生だ。職員室に行って、顧問の先生と話そうぜ。おー、長老師だ。失礼します。します。なんだなんだ。这是木赖。シャドウバブを探してる？ま、頑張ってな。は？什么意思？ちょっと待ってください。なんだよ。先生，あれだぞ。他没有要叫高方的意思。真的吗？真的吗？只有叫他们加油。作ったり作んなかったりするし。さすがマックス。他刚才打哈欠呢。じゃね。けどここで引き下がれるかよ。顧問の先生の名前を言おうぜ。そうすればマキセ先生も話を聞いてくれるはずだ。理化吗？我记得是理化。我记得是。按。違うんじゃない？知らないけど。不是吗？んじゃ先生はこれで。不是吗？待ってよ。不是理化吗？お願いします。问你呀。もう一度よく考えてくれ。お前が頼りだ。对啊。那就选他啦。想不到啊。哦，まさかま
牧瀬先生が顧問だったなんて。もうめちゃくちゃもう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 盲点かもうそう盲点だった。龍ヶ崎国語の補習やね。不合格。まあ正解だけど当てずっぽうかもしれないしな。それじゃ先生から質問だ。シャドーバブの物質、どこにあるか知ってるか？刚刚有，你有记吗？你很快就点掉了。それもう分かってるじゃん。その通り。シャドーバブの物質がどこにあるか言って。我接是三。反正一个一定有理化吧？我刚刚就记得是理化。对，三。正解。よく調べてきたな。お前真厉害。俺たちシャドバがめっちゃ好きなんです。部活やりたいじゃんね。我们想要加入シャドバ社，让我们成为成员吧。嗯。いいよ。いいよ。对对。めっちゃあっさり。いいよ。いいけど。哎，他连那个 BGM 也都是那个被动画。急いだ方がいいかな。それってどういう？部室に行ってみたらわかるって。そのカメラはどうなんだ？要去色办了。ちょ、マキセ先生！意味深だ。じゃねえ。とりあえず部室に行ってみるしかねえよ。はい。いや、你看我为什么都不能跟大家一起行动？我都要自己行动。不是大家问带我一起去社办吗？谁是在哪里啊？赶快去社办吧！你看大家都比我们早到。理科室の隣。嗯，ここだな。多功能教室。いなさそう。なんか幽霊とか出そうじゃない？他们刚是说理化教室有幽霊。他是说，哎，是吗？開けてみりゃわかる。行くぞ。难道是爱丽丝？失礼します。あ、へえ。誰もいないじゃんね。どんな？もう帰っちゃったのかな。あ、里面就发现凯坐在里面。今声したよな。したじゃんね。美生怕。このカード入れたで間違いかな。勝てないか。我知道了，是那个男生的那个。男生的那个主战者。どこから聞こえてくるんだ？有点像女生那个，然后本当に幽霊。啊啊！抑郁的那个。你说很懦弱。違うよ、絶対違う。病弱属性的那个男生。幽霊なんていないよ。いない。开灯，开灯。美声怕爆。吸吸。真的是啊！他法鲁特模型哎！出たか幽霊！やっつけるぞ！シャドバで！你是小花子跟幽灵打吗？シャドバ？任せとけよミモリ！シャドバなら何だって超えられる！杨玉不会玩啊！杨玉的脑袋怎么只有小豆霸？什么都可以用，什么都可以用小豆霸子来克服。行くぜ、バトル。バトル。ちょっと。他不会打吧？他会玩。シャドウ。シャドウ。待ってください。久しぶりに。好久没有大声说话。思い出した。もしかして。人家穿你们学校的制服。幽霊じゃない。幽霊じゃないよ、生きてるよ。没有耳机，我怎么？哦，他的头发里面应该藏耳机哦。僕は早乙女レイ。早乙女レイ。他的名字怎么？もしかして早乙女の名字吗？啊。そう。シャドバブに入りたくて来たんだ。大概不会是社长吧？すげえ。说不定他是艺人社长啊。そうなんだ。レイ、レイってシャドバブの。大家不太愿想要什么？俺たちシャドバブに入りたいんだ。因为杨宇太可怕了。気持ちは嬉しいんだけど。还是已经被 face 了。
そのごめんなさい。怎么了怎么了？なんで？どうしてだよ。幽霊って言っちゃったことはごめんなさい。でも私たち、違うんだ。謝るのは僕の方だよ。だって天聖学園生徒会執行準備。は？やばい、学会長来了。平常我和平常。今の声ってみんな行ってみようぜ。有叮当的模型。全部僕のせいなんだから。嗯，完了又要去哪了呢？应该就在外面了。さっきの声って多分。物理神呢？キリサメカグラ先輩だよね。两个主要角色都出现了。そうじゃね。あの怖いって有名な。みんな。哦。这个排场。私の予感は当たるんだ。而且全部都男生。やはりいましたね。果然在这里呢。カグラ先輩、なんなんだよこれ。世の中は結果がすべて。これはマナーかつ常識です。よって本日をもちましてシャドーバブをファイブとします。完了，シャドーバズ色刚才第一天就要灭亡了。シャドーバブがファイブ。そんな、ちょっと待ってくれよカグラ先輩、冗談だよな。いいえ、冗談ではありません。ご安さんね。对吗？ですよね。可能是艺人社团吧。啊，对。雷が部長？そうか。雷が部長だったのか。あのね。あ、怎么了？シャドーバブは廃部になるって決まってたんだ。ごめん。後のことは僕に任せて。みんなは帰って大丈夫だよ。我就这样放着不管。啊，そうだよな。引き下がれるわけね。カグラ先輩、お願いします。俺、みんなでシャドーしたいんです。这样才会更加更加的好。ずっとずっと楽しいと思うから。学姐正常发挥。それに、このまま放っておけない。だから。なるほど。生徒会長としてその意見は認めましょう。です。根本要跟他们打吧。納得させるには足りません。难道又要打小乐物子？結果でし。果然。哇，这个学校都用小乐物子来决胜负哎。杨宇一定很开心。行こうぜ。シャドーバなら。无论什么都能战胜。哎，做这个选项哎。そういうこと。我们明明就是跟杨宇同一国的。Shadow Boss， Shadow Boss， 你有拍手吗？有啊。第一阶级耶。全力でバトルしようね。よろしく頼むよ。好正常的台词。后宫留那个花一届是。可以换掉一张，用这个换掉吧。换掉啥？哎、欸，哎、欸，然后按后面的第二颗，第二颗决定。为什么你都知道要按什么键？我打过吗？我打过呀。他有他一下。廃部になんかさせないよ。哎，我们可以打招呼吗？可以，上。我不能出哎、欸，暗黑的。最高のバトルだね。よろしく。よろしく。我要跟他毕业了。よし。你不演。我好像要送我哎。好的好的，我要出牌了。我要把每一个表情都看过。ありがとう。ありがとう。你查就到上。ごめん。すごいよ。哪个可爱？
哦，你看吧，为什么不能一直毕业？跟小刀 boss。どうしよう、行くぞ。隊長、任せてください。これで獲物発見、行くぞ。どうしよう、行くぞ。他也是皇家。隊長、任せてください。怎么办？これが私エンドだ。あてか。打头，打头，下雨。这怎么出 ？A 十哦。那我要怎么用它？悲しみを立ってみせる。くだろう。打头。よし、我が剣に捧げ。拿这用花园剑。你看他会叠场，果然是 NPC。电脑都叠场，跟那个游戏里一样，打电脑他就会叠场。上啦！可愛いから顔なく見ないでね。進化歪。進化だよ。やってもらってね。我が忠誠は鋼のごとし。打哈。不要给他。ジロジロ見ないでよ。怎么不能用触控式？ここまでか。いや、装备有点。啊？可以啊。よし。真的可以。死人に。可以用触控。死人用不能用手吗？全部打头，再进化。喂，上吧。这么凶、啊？打完我就可以休息。より硬く、より強く。再套那个。ちっちゃいって言わないでよね。A 頭。悲しみを立ってみせる。一気に決めるぞ。因为他其实会自。ジロジロ見ないでよ。やばいかも。あ、他升一级了，怎么办？他要逆转胜。どうだ？いくらで雇ってくれるんだい？发现我家有海盗。啊，他连半点都不会用。对吧？电脑至少还会。那我知道。悲しみを立ってみせる。これで最後よ。原来会这样。哎，他这个爆炸比较不惨。都不会进化，都不会进化，能跟我斗。いいバトルだったね。おお、四十等了。还有四百金币耶，感觉可以再抽抽。抽抽。那他有卡片一栏吗？可以看到你吗？有啥？跪下！大家都输了。なんとか勝てたね。哇，每局都赢了，有够强。都没有人跟他打。哦，我们四个人跟。神楽先輩、これで約束通り。龍ヶ崎ヒーロー君。对啊，他刚根本没有说打赢。私は何の約束もしていませんよ。只是突然，只是突然就站出来打架，就拔头。そうかも。そうだったね。だったらどうする？为什么他一直问你？しかし、結果は見せてもらいました。什么？我够强到他们认可了？ただし、あくまでも。部活としての条件を満たし、部活としての結果を出さなければ必ず敗部。就跟那个外国人一样。マジか。マジか。反論は受け付けません。像是研究社也是要有拿到質問なら受け付けません。放疑問。那要怎么不要做？ヒロ、俺たちじゃろくなこと聞けないじゃね。叫那个风雨问。よし、你看，怎么都什么不会的都交给风雨问就对了。成果是指什么？いい質問です。部活としての結果とは、その実力が。该不会全员都要上 A 区吧？啊，或是要打到全国赛？大会での優勝です。要冠军。而且还要冠军，你也太刁难了吧！それって全国大会で優勝。これを持って。哇，以全国大赛为目标哎，这个社团。全国大会で優勝？そんなのできるの
かな。面白い。やってやろうぜ。他に質問。いい質問ですね。部活としての条件。ああ、それは規定人数の部員を集める。人不够吗？天生学院では七名以上の部員がいなければ、部活として認められません。这边五个啊，凯就跟他啦。哦，凯跟他，你说这个？这个是找学生会长来啊。一定是这样的。他に質問は？え、林冬雨笑了。もう質問はないようですね。では、要不要入部啊？又入社。对啊，他等下就是他问他要不要参加。まずは部員を七人集めてください。話はすべて。わかった。いろいろありがとうな、神楽先輩。先輩には敬語を使いなさい。マナーかつ常識。ひょへ、噂通りに怖い人だったじゃんね。哈宝，他怎么那么开心？哈爹。でもなんか、我觉得他画坏了，他的颜值都这个笑容。没有，他是很开心的，他真的很开心，不是画坏。他应该是偷笑吧。あのさ、本気で部員を集めるつもり。好吧。这个跟他那个感觉可能不太一样。就觉得画坏啦。我俩在シャドーバブを復活させようぜ。そうだね。有啦有啦，他笑了。もしそんなことができるのなら。不是不是，你看他闭上嘴。明日になったら友達に話してみてもいいかも。闭上嘴还是很开心吗？他闭上嘴，他从一开始刚刚很阴沉的时候，但他也是这个笑。哇，レイも頼むじゃんね。クラスメートに聞いてくれ。啊，三年级。難しいと思う。啊，对，我これでも完了，已经要考大学，大家都要考试。マジか、なんなら後輩かと思ってたじゃんね。うわ、やっちゃった。什么学长学弟制？哎，我还要帮美诗讲话。是吗？我没有事。ごめんなさい。好きに飲みます。わかった。じゃあ俺はレイって呼ぶぜ。お、俺も。じゃあリン。私はレイ部長で。構わないよ。今日はもう遅いし、とりあえず解散だね。だな。明日から部員探し。二人くらい楽勝じゃんね。うん。お、そうだ。連絡先交換しようぜ。え、老师在后面。いいじゃんね。シャドーバブ復活か。老师根本就没做事啊，他是根本就静静的看着这一切。啊？就是到我们到宿舍里面，到自己的房间里。这个椅子桌子太高级了。什么？还有准备吃的哎、欸？还有电视。开吃，哎，吃了一秒了。什么？雅颖还传讯息耶？他竟然跟雅颖私讯，这样可以吗？雅颖已经有全部的那个联络方式了，他还丢赖贴图哎，还一个临时动画狗哎，我看了什么？回家啦。まあ、構いません。他的椅子太高级了吧。学生会长、白云、玉行、マスだけです。应该是傲娇。第二章，寻求侠盗 BOSS 社员。哎，刚好久啊、哦。歇得真好。哦，嗨哟！好可爱，他用爱丽丝贴图哎，还直接开一个群组哎，好酷哦！那我们就在社办集合吧。OK。四件还叫我们起床，也太好了吧！
如果喜欢我的影片的话，不妨点下订阅关注我，才不会错过最新的影片资讯哦。我是玉峰叔叔，我们下回见哦，拜拜。